アゾカップリングは、ジアゾニウム化合物と他の方向属化合物とをカップリングし、アゾ化合物を合成する有機反応である。ジアゾカップリングとも呼ばれる。この方向属級電子置換反応では、アリールジアゾニウムカチオンは、旧電子剤、活性アレーンは、嗅覚剤である。アショウ酸とアニリンを混合すると、ジアゾ化と呼ばれる反応を経て、赤紫色のジアゾニウム塩になる。 これは、アゾ染料を作ったり、方向属化合物の関能元を置換するカップリングの全段階の反応として重要である。生成物は、強薬が元の物質よりも増加するため、より超波長の光を吸収するようになる。その結果として、方向属アゾ化合物は延長された強薬系により明るい色調となる傾向にあり、染料として多く使われている。その他、 フロントジルなどのサルファ薬の合成にも応用される。多くの反応系が説明されている。フェノールを塩化ベンゼンジアゾニウムと反応させると、透光色のジアゾ化合物が得られる。この反応では、塩基が触媒となる。関連する染料のアニリンイエローは、アニリンとジアゾニウム塩から合成される。ナフトールは、一般的な受容体である。例として、染料のオルガノールブラウンは、 アニリンとイチナフトールから合成する。同様に、ニナフトールと塩化ベンゼンジアゾニウムとカップリングすると赤橙色の染料ができる。ありがとうございます。